リリンリンリンリリンリンリンリリンリンリリンリンリンリリンリンリンリリン。ということで、バイオハザード3のオープニングの曲を歌いながらね、バイオハザード2をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、ゴールデンウィーク中にバイオハザード2、やっていきたいと思いましたので、ちょっと遅くなるよ、アップロード遅くなるよと言いながらね、急ピッチで上げてまいりました。まあ一番の理由としてはね、続きが僕も気になっていました。バイオハザード2、面白いわね。これオロチマルのモノマネなんですけど、どうですかね。まあまあね。はい、ということでくだらないんですが、やっていきたいと思います。スマホの直撮りになっておりますのでね、画面のズレ等はご了承ください。さて、もうついにいわゆる研究所っていうステージに来ましたね。バイオ2はいわゆるあれですよね、警察署、下水道、そしてこの研究所という流れになっているので、最終ステージということです。ボスも2回ね倒してまいりました。で、実を言うとですね、1回僕これやったんですよ。ですがリッカーに殺されてしまってね、撮影を中断するということが起きまして、で2回目はですね、まあこれは僕のリア友、ましてはリア友の1人しかわからないことだと思うんですが、僕の家の裏がですね、駐車場がありまして、そこにやたらとマフラーの音がでかいね、スポーツカーに乗ってるハゲた男がいるんですけど、そのハゲた男の車の音のせいでね、騒音が、動画内に入ってしまいまして、致し方なくね撮り直したと、そういうことが起きました。ではね、バイオハザードのこの落ち着く音、メインヒューズを取り入れる音、お聞きください。入りましたかね。ちょっとやはり画面がね右に寄ってますが、黒い枠がね映らないために映らないことを優先してね撮影していますんで、ちょっと右寄りになっちゃってるかなっていうのはありますが、本当はねこういうの気にするタイプなんですけどね、まあしょうがないよね。おい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 イーストエリア、おい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 イーストエリア、おい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 。研究所あたりになってくるとね、怖いというよりはねやばいという感じになってきますよね。敵が強いんで、まさか死ぬとは思いませんでしたね。行こうか、どっち行ったんだっけかな、もう一回こっち行こうか。おい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 イーストエリア、おい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 イーストエリア。シャッターが開く。ここなんだ、これ何なんですかね。これロックを外すにはスタッフ2名以上の立ち会いが必要です。登録されていません。
今 見送った扉は、カードキーの扉みたいなので、ちょっとそのカードキーがねどこにあるかまでは分からなかったんですけど、ここは何エリアだ？うんぱうんぱうんぱぱぱぱうんぱうんぱうんぱぱぱぱウエストエリアで、ここですね。ここでやられました。これクレアだったらどうすんのかな。レオンはライター持ってるけど、クレアってどうすんだろう。気持ちいい。で、収集するべきものは多分ないな。このマニュアルは一応拾っときますか。ん？ここはなんかあんのかな。火炎放射器？いらない。なんか使うの火炎放射器って。クレアだったら的なパティーンかな。いらない。だって裏やった時になくなっててクレア使えないとかってなったら嫌なんで、ここでね走って突っ込んでっちゃったんですよね。リッカーのっていうのを聞く前に。いいわね。かっこいいね。よし、やはりショットガンがもう持ってきて正解だ。鍵を開けて、うんぱぱぱんぱんぱんぱぱぱんぱんぱんぱぱぱん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 。カレーに回避。でハーブ取りたいけど、ここにもイビーがいるんで逃げます。皆さん、僕結構急ピッチでバイオハザード2上げちゃったんですけど、早い方がいいんですかね、それともゆっくりやってほしいんですかね。そこのところをね知りたいっちゃ知りたいんですよね。落ちてくるのはなんとなく覚えてたけど、ここだったのか。怖えな。おい、やばい、リロード。あ、はまってる。よっしゃー。なんという激戦。やつらもハマり、俺もすかすという激戦。当たってねえな。あぶねえ、これ当たっちゃまずいやつだ。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、これぞバイオ。
っと無駄打ちしましたがね。でもあの飛びかかりの爪を食らわなくて本当に良かった。即死ではなかったけど、確かある程度自分がダメージを受けてると即死だったのかな。すいません、ちょっとそこら辺記憶が曖昧なんですが、でここが確か MO ディスクでしたよね。ここから出てくると思ったんだけどな、違うんだな。 BGM もなかなか怖いね。なんかちょっと心配になってきたんで、できれば弾が欲しい。あれかな、ジャイアントモスの時に火炎放射器いるってことかな。あー待って待って待って、あー失敗したかな。とりあえずこっち行こう。カードで開くタイプのドア、やばいやばいやばい。姿勢を整えます。なんかあるか。固くここだけ開いてる。鍵さえ、あーこれがあれかな、武器庫のってやつか。うーわー、気はしないようにしよう。あ、なんかここさ、シェリーのあれじゃない？なんかワクチン接種するとこじゃない？これワクチン作るとこ違うっけ？ジャイアントモスがいるんだ、きっと。ジャイアントモス、うおお、え、嘘だ。死んだ。これ使えないから、待って、これ当たんないの。やべえ、無駄打ちした。またゲスト、ゲストですよね。あ、これで登録してあの扉でってことか。弾が怖い、弾が。でもまあショットガンの弾はね、もう雑魚用で、ラスボス戦に向けてね、マグナムとなんか持ってこうかなとは思っているんですけど、とりあえず
は回復もね整ってるんで、あとどこかでね MO ディスクを取ってくれば良いんじゃないですかね。嘘。ちょふざけんなよお前。弾なくなんだ。やべえ。びっくりした。はあ、心臓に悪い。EB プランティー、ハーブ回収プランティー、プランティー、逃げろ逃げろ逃げろ、 EB 乗ろ、プラント42、いる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 、なんでこっちにいんだよお前、さっきここにいたのに。おお、なんかうわ、そっちにいるんかい。え、これ一撃しか、待て、プリーズウェイト、プリーズウェイト、待って、こっち関係ねえんだ、こっちか、あ、ここあれじゃん、イーストだ、イースト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 エリア、イーストエリア、イーストブルー、イーストエリア、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 エに、ドゥルドゥルドゥンドゥドゥルドゥン、よろしく、はい、開けてくれよ、開けろ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 、はい、ここ入ろう。多いね、助かりマンボウ、助かりマンボウ、 Here we go、 電気つけろ電気、いやーなんかすげえおしゃれな、つうかここ何しに来たの、ワクチンベース、あ、だからこれあれだよね、シェリーだよね、クレア、クレア編の方がやっぱ大変なんですかね。おお、 MO ディスク、テート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 よくも夫を、分かっているわよ、自由ウイルスが目当てね、でも夫のレガシーを簡単には渡さないわ、ところで一緒にいた女はどこに、お仕事中かしら、 What? あんた何も知らないの、おめでたいわね、あの女はある組織の工作員、ジウイルスを奪うために送られたスパイさ、嘘だ、 That's a lie、 本当よ、ここで情報を引き出してて分かったわ、研究員のジョンに近づいてアンブレラの情報を盗み出していたのよ、そんなバカな、
彼女はそんな女じゃない。そんなことはどっちでもいいわ。お前はもう死ぬんだから。クラウエイ、岩なだれ。奥義、パイプ落とし。こんなピンポイントかよ。G ウイルス。きたー、オールヒロユキ。オールヒロユキって聞こえる。って友達が昔言ってた。オールひろゆきなんちゃらかんちゃらつって。いやー、ここからはもう切羽詰まった感じですが、こっちがあれか、ちょっと武器変えたいな。あ、でも行く途中に、あ、なんだ、エイダーってシーンはないんだ。何のつもりだ。わかるでしょ、ジュースを渡して。なんてことだ。これが事実だったのか。そうそう、女ってそんなもんですよ。だから逃げろって言ったのよ。それなのに、さあ渡して、出ないと撃つわよ。やってみろ。何？やめろ！あ、なるじゃん。あれ、キスするのは裏だけど、これは表か。エイダ、手を離すな。お前、なんでここまで歩いてきたんだよ、しぶといな。レオン、私はもう死なせて。黙ってろ、今引き上げる。もう終わりよ。わかるでしょ。黙れ、一緒に逃げると約束した。二人でここを出るんだ。私、あなたとなら逃げてもよかった。どこまでも。その割にはだいぶ振り回すけどね、4とか6で。グッバイ、エイドー。いやー、うおー、うわー、ノー。この BGM がほんといいな、雰囲気を。こんなものがあるからぜひゲットしたばっかだけど、ポイ。そしてエイダはキャッチすると、エイダの銃が落ちている。マガジンの中には弾が一発も入ってない。嘘でしょ。切ねー。なぜあんなことを。ねん。いやー、やっぱレオン編のそのエイダとレオンの関係っていうのも面白いですよね。さあ、まあ、エイダはね、生きているということを僕たちは知っていますのでね、まあ、そんなに落ち込むことなくやっていきましょうよ。よりグラフィックがね、美人になって帰ってきますから。あ、やべ、間違えた。2は本当にリメイクしてほしいですね。てか俺、なんでこの橋渡ろうとしてんのに戻っちゃったんだろう。おーっとっ
っと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 逃げろ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 、あ、こっちじゃない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 、あ、やべ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 、あ、やべ食らった。ちょっと回復しとくか。回復をして、ショットガンの弾はね、もう置いていきますよ、置いていきます。てかね、ちょっとぶっちゃけね、今ね、そのさっき話した近所のハゲがね、また車戻してきたっぽくて音が聞こえるんですよ。なんで、あ、やべやべやべ、そのゲームの内にね、車の音が入っちゃってる可能性が大いにあるんでね、そこは本当に、ね、本当に申し訳ない。でも近所にね、迷惑なんですよね、あの音。本当、莫大なね、マフラーの音が聞こえてきますんで、しかも、これのために今から取り直すのはちょっともう嫌なんでね、このまま続けさせてください。本当にバイオハザード2。おお、ハゲハゲ、お前暗い、この野郎、うるせえんだマフラーの音、バカ野郎。もうショットガンぶっぱだ、ショットガンぶっぱ、やばいやばい、ちぇちぇちぇ、ショットガン、ハゲ、この野郎、お前死ぬんかい、お前、あ、生きてるんか、お前。うぃ、ヘッドハンティング。てかハゲゾンビ強えな、タイ、あれ、なんかあれが、なんだっけ、髪の力っていうか、噛む力が。リカルデントだな。リカルデントジョンソン&ジョンソン。うわ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 。なになになに、上半身だけで動いてる。まあ、このもう、ショットガンもほんと無駄打ちしていいんで、もう使っちゃいましょうね。セーブしようか悩むな。いや、大丈夫。俺なら、勝ってみせるさ。うんぱぱぱぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱぱぱ、うん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 ぱ、ぱっぴーん。うんぱ、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 ぱっぴーん。もうこれ使っちゃうか。よーし。頑張るぞ。ドゥ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 。これを置きまして、これを置きまして、これを持ちまして、これを持ちます。やっぱレオンは強いよ、武器。うん、もうハーブもね、スプレーは使わないけど。懐かしいですね、これ。警察署で作ったな。よし、頑張ろう。ちょっとでもね、ぶっちゃけ緊張してる。最後の G、 確か動きがめちゃくちゃ機敏なんですよね。早いんで。今まで僕結構そのゴリ押ししてたじゃないですか。いやー、緊張すんな。どうやらまあ、あれだな、パート4ってタイトルにしようかと思ってたけど、これが最終回ですね。それでもラスボスだ。 MO ディスク持ってるよ。 MO ディスクってやっぱり古いな。5 minutes until detonation. 5 minutes until detonation. この曲も神曲なんでね。僕はあのウェスカー戦、アレクシア戦の次ぐらいにこの曲が好きですね、バイオシリーズでは。ティン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 ティ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 ンティ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 ティ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 ン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 。きた、かっけえ。ワンツーワンツー、最初はゴリ押し。オラオラオラ、ゴリ押し。きたきたきた。これがもうデッドリーモードですよ。復活してあれなんですよね。あの、その一つの曲のアレンジなんですよね、バイオハザードって。
バイオハザード2は特にね。よーし、こっからだ。降りてこい、下に。怖え怖え、見えねえし。当たってるこれ。おお、やべやべ。あ、死んだ。なんで死んじゃった。はい、ということなんで、次回に持ち越したいと思います。最終回にはなりませんでした。一体何が起きたのか僕にも分かりません。ただ一つ言えることは、あんなに完璧な装備だったのに負けてしまった自分への怒りの念、自責の念、そう思わずにはいられません。バイオハザード2カプコン CO LTD 1988オールライト、あ、ちょっと待って、消えんなよお前。ということなんで、今回は一旦ここで終わりたいと思います。さよなら。